肉料理が食べたい。ベーコンを作ってみようと思います。ベーコンとは豚肉を燻製したもの。燻製ってハードルが高そうな料理に思いますが、燻製のよくある失敗を科学で解消しつつ、美味しいベーコンを作っていきましょう。燻製すると食材の水分に煙に含まれる好気成分が溶けて、あの独特な風味になるんです。なので水分が多すぎると煙の香りが多くつきすぎてまずくなるんです。今回は水分を抜く方法を検証しながら、美味しい自家製ベーコンを作っていきましょう。今回のフローチャートはこちら。今回のポイント、脱水を検証するために、今回はこの工程で3パターンの検証を行います。肉にフォークで穴を開けて、何もしない肉、塩をすり込んだ肉、砂糖をすり込んだ肉で水分が抜けた量がどうなるか検証。塩は食材の水分を外に出すってよく使われますよね。砂糖はどうなるのでしょうか。さあ、1時間経ちました。重量の変化を計測してみましょう。何もしない肉よりも塩をすり込んだ肉は重量が減っていますね。確かにキッチンペーパーの湿り具合も違いました。そして砂糖も塩と同じく水分が抜けていました。さらに乾燥していきましょう。そしてこの後また重量を計測してみます。さあ、乾燥が終わり計測すると、塩、砂糖ともにより水分が抜けていますね。なぜ塩や砂糖で水分が抜けるのでしょうか。よくレシピで塩を振ってしばらく置き、出てきた水分を拭き取るという方法が登場しますね。塩を振ると水が抜けるのは浸透圧が関係しています。生き物の細胞は細胞膜で覆われています。この細胞膜には水は通すが、水に溶けているものは通さないという性質があります。例えば細胞を食塩水に浸すと、水は細胞膜を通り抜けますが、食塩は出入りすることができないということです。また膜の両側で溶けている成分の濃度が異なる場合、水が薄い方から濃い方へ移動し、濃度を揃えようとする力が働きます。これを浸透圧と言います。今回のパターンで見ると、塩を振ることで表面の水分に塩が溶け、濃い塩水ができます。そのため表面側の塩分濃度が高くなり、濃度を揃えようと浸透圧が働き、内側から表面側へと水分が出ていくんです。この浸透圧、塩以外にも砂糖でも同じように働きます。乾燥している間に燻製する準備をしていきましょう。専用の燻製機がない場合を想定して、家庭でできる装備で準備していきます。今回はこんな感じで、鍋底に燻製チップと油受け用アルミホイルをセットします。そして上に蒸し器をセット。この蒸し器の上にお肉を乗せます。チップを温めて煙が出てきたら準備完了。では焼いていきましょう。焼きながらも水分が出てくるので、こまめに水分を拭き取ってやることも大事。すぐに食べると煙臭いので、休ませてから完成です。食べる際は焼くなど加熱してから食べてくださいね。食材の水分を抜いたことで煙臭くない、美味しい燻製ベーコンの完成です。